まあ、今回のレースは初めてのレースだったっていうこともあって、まあ何ですかね、まあまあトップ10ぐらいを目指してやってたんですけど、木曜金曜日の土曜日の朝までの感触は悪くなかったんですが、まあ、Q2 にダイレクトで行けず、 Q1 で1周目で転倒してしまって順位を下げてしまったので、ちょっとレースが大変になってしまったんですけど、まあ、レース1はまあ残り2周ぐらいでちょっと開けすぎてしまって15でハイサイドして、でまあレース2はなんとか完走してポイント取れたって感じでした。まあ次も頑張ります。